が空冷の冷却ビームを残し、インジェクションにはなりましたが、キャブレター自体のデザインをしっかりと踏襲しております。ブリティッシュスポーツの名にふさわしいステンレス製の日本出しマフラー。このフラッグストーン R は見た目こそ伝統的なカフェレーサーではありますが、その走行性能はこの現代にふさわしい高い走行性能を持ったまごうことなきスポーツモデルなんです。そんなスポーツモデルの究極系として生まれましたのが、こちらの3気筒系の大排気量エンジンを搭載したこちらのスピードトリプルとなります。先行中の大排気量3気筒エンジン、トリプルエンジンを搭載したこのモデルは、全てのエンジン形式の理想と言われるエンジンを搭載しています。 V 型や2気筒のような豊かなトルク、マルチのような高回転の吹き上がり、ライディングをした全てのライダーを虜にするほどのそのトリプルエンジンを支えるにふさわしい高剛性のフレーム、そして大型の動力フォーク、リアには視界性も非常にビューティーな肩持ちのスイングアームを採用しております。ブレーキには削り出しのモノブロックのような究極の3気筒トリプルスポーツがこちらのスピードトリプルとなります。そして先ほどご紹介したその 1200cc のパラレルツインと一番皆様に触れやすく、そして1959年に生まれたその日からスタイリングを一切崩すことなく、まさにトライアンフの歴史の一商人としていまだに多くの皆様にご指摘をいただいておりますのが、こちらのボンデミル T120 そして T100 となっております。900cc もしくは 1200cc のエンジンを搭載したモデルとなっておりまして、1959年から続く非常にクラシカルなそのスタイリングでありながら、トラクションコントロールや ABS を装備することによって珠玉のライディングを行っていただくことが可能です。こちらもそのパラレルツインのエンジンは高い走行性能とその当時の雰囲気を崩さないように水冷仕様にはなりましたが、風冷仕様のエンジンのビンを採用しておりますし、キャブレターではなくなって今ではインジェクションスロットルボディとなっておりますが、当時のキャブレターデザインをしっかり踏襲しております。日本人が古来より大切にしてきている温故知新という言葉は、このブリティッシュモーターサイクルトライアウトの中にもしっかりと息づいている思いとなっています。そんな古くるもあり、クラシカルで現代的な高い走行性能を持ったブリティッシュモーターサイクル、トライアンフモーターサイクルズ